今回は健康に最高な粉を使って作る担々麺の作り方を紹介します。その粉はリブレフラワーといって、特殊製法によって玄米を高温焙煎した超微粉末の全粒玄米粉です。玄米の栄養を壊すことなく消化吸収できるので、健康やダイエットに効果的です。栄養成分表示を見てわかるように、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富に含まれています。さらに酸化しない、長期保存可能、農薬ゼロ、グルテンフリーなどの特徴があります。詳しくは概要欄にあるブログに記事がありますので、そちらを確認してみてください。それでは作っていきましょう。麺の材料はリブレフラワー 50g、 片栗粉 50g、 塩と重曹を少量、お湯大さじ4から6、卵1個です。塩と重曹にお湯を入れ合わせておきます。軽く混ぜ合わせ溶かしておきます。リブレフラワーと片栗粉は一緒にしておき、その中に塩と重曹を溶いたお湯を入れ混ぜ合わせます。卵も溶いてから粉の中に入れます。少量ずつゆっくりと入れ、粉と合わせていきます。フォークや箸を使って混ぜ合わせるとやりやすいです。粉全体に水が行き渡り、ボロボロとした小さい塊ができるような状態まで混ぜます。ある程度混ざったら手でこねていきます。ちょっとまだ粉っぽく水分が足りなかったので、お湯を少量足しておきます。水分は湿度などによっても変わってきますので、足りないと感じたら少しずつプラスしていきます。大体粉っぽさが 30% くらい残った状態で、しっかりとこね始めるのがいいでしょう。ここから一つにまとまるまでこねていきます。このようになったらラップに包み、少し休ませ、他の作業に移ります。担々麺はザーサイを入れたりするのですが、今回はぬか漬けを入れます。独特な風味と癖がいいアクセントになります。ザーサイやぬか漬けがなければ入れなくても問題ないです。他にたくあんやキムチを入れたりしてもいいです。漬物は細かく刻んでおきます。ぬか漬けは人参と大根、白菜を使っています。このようにみじん切りにしておきます。他に長ネギと生姜、ニンニク、ひき肉、
チンゲン菜と一緒に用意しておきます。具材の肉味噌を作ります。油を小さじ1入れ、ひき肉を炒めます。ひき肉はお玉を使って薄く広げ炒めていきます。このくらいの色になるまで炒めます。にんにく、生姜、豆板醤を入れて炒めます。ぬか漬けも入れます。紹興酒を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油も同じようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 30cc 入れます。お好みで砂糖を少量。水溶き片栗粉を入れまとめます。ごま油で香りをつけます。これで肉味噌ができました。丼に調味料を入れ合わせておきます。醤油大さじ2、酢大さじ1、練りごま大さじ2を入れ合わせておきます。長ネギとお好みでラー油を入れます。生地を伸ばして麺を作っていきます。片栗粉で打ち粉をしておきます。生地を平たく伸ばしていきます。できるだけ平らに細長く伸ばしていきます。側面は手のひらで押さえてなるべくまっすぐにします。40〜50cm の長さになったら半分にカットします。グルテンがなく切れやすいので短い面にします。生地を丸めて切ると切りやすいですが、グルテンがないのでちぎれやすくなります。折り目が残ってしまい切りやすくなるので違う切り方の方が良さそうです。次はそのままの長さで端から切っていきます。グルテンがないので太めの平面ならそれほどちぎれないで面になりやすいです。担々麺なのでこのくらいの麺の太さでもスープに絡んで美味しくなります。
麺が切れたら片栗粉で軽く打ち粉をしておきます。沸騰したお湯に麺を入れ茹でていきます。だいたい1分半から2分くらい茹でればいいです。麺が茹だったらザルに取ります。これで麺が茹で上がりました。流水で一度麺を締めておきます。そうすることで弾力のある麺に仕上がります。この作業は面倒でしたら茹でたままでもいいです。調味料を入れた丼に温めたスープを入れます。麺をもう一度お湯で温めてからスープの中に入れます。肉味噌をのせます。茹でたチンゲン菜ものせます。ネギを上から散らします。ラー油をお好みで垂らします。これでリブレフラワーの担々麺の完成です。詳しいレシピとリブレフラワーの健康効果はブログで書いていますので、そちらを確認してみてください。特に健康に意識してない方は市販の麺を使ってこの担々麺を作っても美味しくできます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。